連邦通常裁判所連邦裁判所とは、ドイツ連邦共和国において連邦が所轄する裁判所の一つであり、通常裁判権に属する事件を管轄する最上級裁判所である。1950年に作られた連邦通常裁判所、連邦通常最高裁判所、連邦最高裁判所とも言う、所在地はカールスルーエである。なお、役後連邦裁判所は、 抗議には、連邦全域を管轄する裁判所の総称でもある。連邦通常裁判所は、各州に置かれたラント裁判所や、上級ラント裁判所における裁判や、連邦特許裁判所における決定に対する最終上訴審である。法律審であり、事実問題の審理は行わない。法廷の数は25で、計125名の裁判官が所属している。 地方裁判所や高等裁判所で審理されるのは通常の民事事件や刑事事件であり、労働事件については労働裁判所が行政事件については行政裁判所が社会保険等に関する広報上の紛争事件については社会裁判所が租税に関する広報上の紛争事件については租税裁判所が第一審の管轄権を有している。したがって、 これらの裁判所における裁判に対する最終上訴審は連邦裁判所ではなく、それぞれ連邦労働裁判所、連邦行政裁判所、連邦社会裁判所、連邦財政裁判所である。また、連邦の憲法に関する意見審査権は連邦憲法裁判所に、州憲法については州憲法裁判所にあるため、連邦通常裁判所は法令の意見審査を行わない。 ありがとうございます。